ーマは今よみがえる飯山城です。今回イメージしたのは、8年後に復元される飯山城をイメージして作りました。今回雪像を作っていく上で、3つのこだわりがあります。1つ目は何といっても飯山城です。飯山城のてっぺんのシャチホコだったり、屋根の斜面であったり、下の石垣であったり、いろんなさまざまなところを高校生がこだわって作りました。石垣の中に隠れハートもあるので、ぜひ見つけてみてください。2つ目のこだわりは両側にいる飯山高校のマスコットです。向かって左側がテニー、右側がキティです。もう一体女の子のミニーというマスコットがいるんですが、その子は女の子なので姫として飯山城の中にいるという設定です。と、3つ目のこだわりは看板です。と、飯山高校の、書道部の部長さんが今日制作してくれました。とても飯山城と雰囲気が合っていて最高だと思います。ぜひ高校生が一丸となって、手作りで一から作ったということをぜひ感じていただきながら、この雪像を見ていただけたらいいなと思います。